こんにちはアラフォー独身女のリアルをお伝えしている現在39歳のジュエルです今回は今の借金額の詳細についいいてお話ししたいと思います私は過去に500万円以上の借金がありましてアラフォー突入と同時に借金返済生活にも突入することになったんですが当時の私の借金の内訳は消費者金融から200万円ほど。 リボ払い借金は350万円くらいだったんでで、すねで。借金返済を覚悟した当時っていうのはリボ払いっていうのはすぐにやめられなかったんですけれどもちょっと借りてはちょっと返すという永遠のループだった消費者金融とは手を切りたいと思って家賃を下げるために引っ越したり家計を管理したりとにかく固定費を削りましてあとはボーナスの繰り上げ返済を行ったりして。 200万円の借金は1年半くらいいで返済たたしましま消費者金融の借金返済が終わった時に消費者金融の会社の方からですね「まだこれだけ借りれますよ」とか「増額できますよ」といった誘惑をたくさんされたんですけれどももういい加減10年以上消費者金融とはお付き合いしてきましたので消費者金融のいわゆる魔法のカードですね。 まあ魔法のカードじゃなくて私にとっては結局悪魔のカードだったんですけれどもそののカード自体ととはさよならをしししたたくて消費者金融3つの会社と解約しました今私は以前動画でもお話ししたアメックス事件でブラック入りしてしまったのでね新たにお金を借りることができない可能性があるんですけれどももう新たに借金をしないという観点からすれば自分を追い込めたかなと思うのでこれで良かったなとは思っています。 借金癖っていうんですかね私はもう本当に癖でしたねさっきの消費者金融の魔法のカードを持っているといつまでも銀行からお金を下ろすかのように返さなくちゃいけない現実というのから目を背けて借り続けてしまうんですね私なんかは友人の結婚式があっても 買い物をしまくっていますので借金で現金がないからということでご祝儀なんかも消費者金融のお金を使っていた時もありましたね基本的には買い物のリボ払いの返済ですねそちらができなくなっていわゆる毎月のお給料で支払うことができなくなった分っていうのを消費者金融からお金を借りて払うという形をとっていましたねで消費者金融の借金は完済しましたので 今はリボ払いの借金返済のみとなりました消費者金融からの新たな借り入れはなくなって返済のみにしていた当時でも私は8枚のクレジットカードを持っていたのでリボ払いはすぐにはやめられなかったんですねやばいとは分かっていたんですけれどもやめられてなかったですね贅沢の買い物だったり欲しいと思ったものは何でも買いたくなってしまっている癖が抑えられなくてですね 毎月使っているカードは全部後からリボにして払ってましたただ消費者金融からの新しい借り入れをやめてましたから少しずつは買い物は減っていたと思いますとはいえ当時私のリボ払いの借金額は合計で350万円くらいありましたねもう今考えると恐ろしくて仕方がないですね 結局お買い物できてるその時は楽しいんですけれども当然ながらこの350万円にも利子がつくわけですけれども単純計算して年年利15% 52だったととすすると52万円ほど1年間で利子がつきますこれはあくまでこの52万円の利子っていうのは1年間で返せた場合とというこでですからねでも絶対にこんな私みたいなリボ払いしているような人間は350万円なんて1年で返せるわけがないですので。 何年かかけて返すことになるわけですけれどもそうすると下手すると350万円の倍以上払う可能性っていうのも出てきちゃうわけですねで、まあそれが怖くなったっていうのもありますしまあ、他の理由もたくさんあったんですけれども新たなリボ払いをやめて自分の給料だけで払えるような買い物のみに収めるようにしました借金額だけ見ちゃうとまあまあっていう風うになりますけれども 利子を含めて自分で実際に返済する金額を計算してみるとマジで小声死にそうになります私の場合消費者金融の借金とリボ払いの返済金ですねこちらの利子を含めた返済額ですねそれを計算した時にこのままのペースじゃ1000万円くらいになるんじゃないかということが判明した時に驚愕というより恐怖でしたね そんなかお金そもそも稼いだこともないですしもらったこともないですし見たこともないというのが事実ですからねそれを自分で返済することになるなんて恐ろしくて足が震えますよねで今やっとリボ払いの返済も軌道に乗り始めて去年からリボ払いの借金返済状況について動画に残して自分自身で自業自得の借金だからしっかりしなきゃと思ってやってるわけですけれども。 まあ40歳も間近にしてこんなに借金しかも20代30代欲に負けた借金ですねこれを今になって返済しているということで本当に情けないですねで今私がリボ払いの返済をしているクレジットカードというのはラスボススボの三井住友カカーードドとエポスカードになるんですね動画を始めてから楽天のリボ払いの借金の39万円を貯金合わせて一括繰り上げ返済したり。 冬のボーナスでで20万円を一括で繰りり上げ返済したりしたましたそういったわけで私の今の借金は三井住友エポス合わせて約250万円となりましたそれぞれのカードはですね12月の時点で三井住友が194万エポスが88万リボ払いの借金があったんですねでボーナス返済と通常の返済がありまして250万円となったわけですね で私の借金の返済方法なんですけれども基本的に毎月元金の返済は三井住友ももエポスも6万円ずつしていますでこちらに利子が2つのカード会社合わせて毎月3万円くらいつきますので合計15万円くらい借金返済に当てている状況です正直なところ以前もお伝えしましたように今のウイルス化で残業代がカットとなりましたので。 お給料も5万円ほど減りましたちょっと借金返済の金額が毎月15万円っていうのは自分にはきついんじゃないかなと思い始めたんですけれども結果結論としては収入を増やせばいいいんだというとうころにたたどり着きました YouTube の動画で2,000万円の借金を負って返済しながらまあ生活されているシングルマザーの方のお話を見たんですけれどもそれを見ると。 なななんかまだままだだ努力足りないいなって思いました。その方はまあ寝る時間も惜しんで4つぐらい仕事を掛け持ちされてという感じでやられていたんですけれども私はなんかダダララやってるなという感じを感じじをましたね。まあ、その方はもちろんお子さんがいらっしゃるということもあってやっぱり覚悟が全然違うっていうところもあると思うんですけれども私自身ももっとできることあるんじゃないかなと思いました。 借金返済のための貯金いわゆる生活費の余りを貯めたりもしてきましたけれども、まあ、貯金がないっていうのもどうなのっていうご指摘も色々いろいろだいて、まあ、年とともにね万が一何があるかわからないという場面も増えてきましたので返済と同時に現金も貯金を増やしていこうと思っています。というわけでアラフォー独身 OL 特に休みの日にやることもありませんので毎月だいたい2万円くらい副業をいろいろやっていましたけれども。 月3万円から5万円くらい稼げるのを目指して、ライターのお仕事を追加で今やっています。まあ、そんなに文章が上手いとかそんなんじゃないんですけれども、まあ、コツコツやっていこうかなと思っています。そして私自身の目標としては、250万円の借金は2年以内に返済できればなと考えています。まあ、そう考えるとなかなか減らないなって思ってしまいますけれども、まあ、繰り上げ返済をもっとできるように頑張りたいと思います。 まあ次、借金返済日は1月25日にやってくるわけですけれども、今年初の借金返済になります。なので、今年は250万円からの借金返済のスタートということになりました。それでは今回は、私の今の借金額の詳細についてお話ししました。それではまた次の動画でお会いしましょう。